大正の末期ぐらいの創業というふうにしております。で、いわゆるうちのおじいちゃんの時代にもともと第二工場だったんですけども、そこからのおじいちゃんが新たに会社を作って始めたというのが大正の終わりぐらいですので、私で3代目になります。まあ、鍋島の特徴としてはお米の力を信じて作るということで、いかにその米の良さを引き出して鍋島らしさにしていくかということを考えてやってます。お酒作りにどこを手を抜いてもダメなんですよ、結局。で、最終的には出荷管理、熟成といいますか、そこまで含めて管理しないといけないので、まあ、どこを取ってもいけないんですけど、まあ、強いて言えばその一番出発点の部分、いかにその米の良さを引き出して鍋島らしさにしていくかと、まあ、そこはしっかりやっていきたいなと思ってます。だから今酒蔵ツーリズムっていうことで結構全国から注目浴びてるのかもしれませんけど、やっぱその次なんかさらにこう価値を満たす部分が多分そのオーベルジュになるんじゃないかなと思ってるんですよね。ね、そうですね、うん、それでやはり海外の方がもう多分喜んでいただけるように200年以上前の建物をそのまま活用して外を修復して、まあ、かやぶきのまま中は現代で過ごしやすいようなしつらいにしてというふうにしておりますので、まあ、本当に期待していただいてもいいかなと思うように頑張っております。はい、もう200年以上前から続く宿場町、酒蔵通りといって、もう当時は酒蔵がたくさん並んでいた町で、今もその面影がずっと残っています。私たちはその美しい町並みを残したいという思いもあって、そこを保存し活用するということで、やはりこの町をもっとより分かっていただけるようになれたらいいなと思ってます。ぜひ鍋島が生まれている町にお越しになっていただいて、鍋島もですけれども、その鹿島の町も、そしてこの古い良い通り、そしてその文化の流れっていうのも感じていただけたらなと思っております。どうぞ鹿島にいらっしゃってください。どうぞお越しください。